17世紀に建設された聖堂石の壁面は、得意な浮き彫りで飾られているカルゴポリは、ロシアのアルハンゲリスク州にある町。オネガ川中流の町で、ラチャコからオネガ川が流れ出るところから、数キロメートル北にある。カルゴポルスキー地区の行政中心都市。人口は1万1192人。希少カルゴポリの創建年代は不明だが、 1146年の年代記にその名が書出する。カルゴポリは、ノブゴロド公国の北方の公益拠点で、スラブ人の最北の居住地の一つであった。カルゴポリに関する記録は、はなはだ少ないが、13世紀14世紀のビャルマランドの公益の中心地であったと考えられる。1447年には、モスクワ大公、ドミトリー・ドンスコイの孫、 ドミトリー・シェミアーカが、同じく、ドミトリー・ドンスコイの孫で、モスクワ大公となった、バシーリー二世の追ってから逃れ、カルゴポリへ来ている。大公国の首都モスクワと、当時のロシア唯一の貿易港アルハンゲリスクを結ぶ、水路、陸路の途中に位置するカルゴポリは、ロシアでも、有数の豊かな町となり、特にイギリスの商人が16世紀なばに、アルハンゲリスク経由のロシア、 西欧艦貿易を始めて、以来物流が増えた。モスクワ大公国の後継争いに橋を発する大動乱の時期、カルゴポリはポーランドリトアニア共和国軍の攻撃に耐えた。また大動乱の最中の1608年には、農民反乱軍の指導者、イバン・ボロトニコフは、カルゴポリで処刑された。ロシア帝国がバルト海に進出し、サンクトペテルブルクを築いた後、 八海経由の交易は衰え、カルゴポリも次第に衰退した。しかし、カルゴポリも含むポモールの人々は、シベリアへの探検に熱心であり、カルゴポリ出身のアレクサンドル・ワラノフは、東シベリアからアラスカへ渡り初代のロシア領、アメリカ総督となった。今日のカルゴポリは、静かな地方都市であり、歴史都市として、観光客が訪れる。カルゴポリは、 伝統的な小さな土人型でも知られている。17世紀の黄金時代には、カルゴポリには、ロシア建築の聖堂などが次々に建てられた。木造や白い石像の聖堂のいくつかが今日でも、カルゴポリとその近郊に残っている。最古のものは、黒いドームのキリスト高端聖堂で、ノブゴロド人が白雲石で築き、1562年に、建造された。その他、 壁面に浮き彫りを施された白い聖堂が多く見られる。ありがとうございます。